10連無料ガチャキャンペーン、待って、ということは、ということは対決が始まろうとしている。勝ってるけどどこかわからない。どれかが昇格するみたいです。頑張ってくれ、頑張ってくれ、勝ってくれポキャー。めっちゃ最低保証。おはちこ、はちこです。みーです。ウマ娘さん、新シナリオ実装、せーの、おめでとうございま す。え、揃った、すごっ、すごい、すごい、すごい。え、血のつながった姉妹だよ。姉妹だよ。新シナリオ実装記念ということで、いつもありがとうございます。最大80連無料、1日1回10連無料ガチャキャンペーン。ということは、ということは恒例のあの対決が始まろうとしている。姉妹でガチャ対決、80連無料キャンペーン、 CSR 多く出た方が勝ち。勝負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 。今回ですね、新シナリオにエアシャッカールはもう友人枠感覚で必須級ということなんですよ。お、今回ですね、 SSR のダイワスカーレットはシナリオリンクとかではないんですが、逃げのサポカとしてかなり有力です。お、これはね、何を意味しているかというと、ミーさんあらにとって重要なガチャになってます。重要だ、猫もやちゃんに必須だ。そうなんです、猫もやちゃんと一生一緒に生きていくなら必須なんです。あー、絶対いる。絶対いる。絶対いる。だからミーはちょっと当てなければならないんですよ。なるべくどっちも。今回だから注目はミーですね、どちらかというと。あー、絶対引く。というわけで、ではミーさん、こんなにね喋ったらもうみんな帰っちゃう。帰っちゃう、大変だ。一回早く行こう。ではいざ勝負。勝負。ウマ娘さん、新育成シナリオ公開キャンペーンということで、80連無料キャンペーンありがとうございます。いつも助かってます。ハチコですね、すぐですねガチャ無料キャンペーンのところ行ったので、まだシナリオノータッチわかりません。何もわからないので、ひとまずピックアップのエアショカーレとダイワスカーレット、まあでも私は逃げ育成を基本はしていないので、やっぱエアショカールさん狙いで行った方がいいのかな、なんかそれもわからないな。1日目だしね、まあまあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、え、最低保証ありがとうございます。まあいつも通りという感じですね。はい、あ、愛してる。さて、本当に何もない。本当に何もない。あ、タズナさん、はい、ラスト、はい。あー、やいのぶてきちゃん、ありがとうございます。本当に何にもなかった。ありがとうございます。まあ、初めは最低保証からということで、こっから上がっていきたいと思います。あげあげ。ウマ娘、新シナリオ、開幕。ということで、10連無料で引けちゃうみたいです。今回もやっていきたいと思います。さあ、最初の10連は、出るか、出ないか、出るぞ、出る、光ってる。さあ、どうでしょう。お、びっくり。わっちゃん。さあ、10連で、ダイワスカーレットの SSR です。違うよ、今回のピックアップは出ませんでした。うー、惜しいですね。でも幸先はいいんじゃないでしょうか。 SSR1 枚となっております。2日目でございます。やはりエアシャカールさん必須級みたいなので頑張りたいと思います。では2日目いくぞ。おう、頑張れ、頑張ってくれ、頑張ってくれ、勝ってくれポッキャー。第1ルビーちゃん、はい、はい、じゃ
とポケット大好きやけど、ちょっとエアショット、あ、ラスト光ってくれー、ラスト光ってくれ、どっかでもいいからもう一回ワン頼む、私にエアショット、あー、これは明日出るかな、お守りパワーで明日出るかな、運気が上がってる、ありがとうございました。ではまた明日、本日もゼレムレオガチャ引いていきたいと思います。昨日はまさかの賢さじゃない SSR が出たんですが、今日は虹もない最低保証です。どこか光るといいですね。どうだ、昇格、昇格、話なしです。今日は SR が1枚となっております。3日目、 SSR0、 今日こそ動きが何かあるはずということで、いきます、よろしくお願いします。今日お願い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 、動きがあった、進展がありました、虹があります、それだけで十分、いや違う違う違う、当てなあかん、当てにいかなあかんのや、ピックアップ、あ、じゃあシャカさんや、シャカさん、シャカさんいきます、オルフェいけます、中山フェスタオルフェと来て、中山フェスタオルフェと来ていきます、お願い、おーい、みーじゃないかい、いいやないかい、なんでやれー、すり抜けとるやないかい、みーやないかい、あ、でももう一回光るか、いきます、あ、違う違う、次か、よし、いきます、あ、それはそれであり、あ、全然あり、あ、全然あり、全然あり、あ、ありでした、あ、いやでも SSR は出た、うん、出た、すり抜けた、うん、いつも通りすり抜けました、あ、明日もよろしくお願いします、いやー、すり抜けたね、本日も10連無料ガチャ引いていきたいと思います。あ、そろそろピックアップの SSR が出てもいいんじゃないですか、めっちゃ最低保証、光れ光れ、あ、でもなんか新しいメンバー、れんちゃんですね、なんか光らない、光らない、あ、シーザリオニューです、ナイトハロー、最後はヒシアマゾンです、うー、最低保証、 SR が1枚となっております。3日目で動きがあったので、そろそろピックアップに向かって、ま、運気を貯めていく時期かもしれないし、今爆発するかもしれない、いきます、よろしくお願いします。どうでしょうかね、今日は、 ありがとうございます、なんかそんな気してた、まあ落ち着く気がしてた、一体ドラメンって、ありがとう、なんかもうずっと見てる、なんか名称ドタちゃんのあの SR 一生見てる気がする、ありがとう、どっかで光、愛してる、どっかで光らない、昇格しないかな、ありがとう、あ、ライアン、ありがとう、かっこいい、かっこいい、このライアンほんとかっこいい、ありがとうございます、あのスポーツドリンク飲みながら今日一日頑張りたいと思います。本日も10連無料ガチャ引いていきたいと思います。さあ、そろそろピックアップが出ますように、どうだ、うーん、光ってない、光ってない、あのまま、うーん、昇格、間近で服来たるということで、今日は SR が2枚となっております。5日目折り返し来ましたね、ということでそろそろ追い込み型8個をギアを上げていきたいと思います。ではレッツゴー。
10連無料で出さないと。やばいよ、そろそろ本当にやばい、やばいな。あ、でもネイチャーかわいいわ、バイバイ。やばいよ、やばいよ、やばいよ。まあでも50連だから巻き返しはあるが、だがしかしエアシャカールさんを一人も見ていない。昇格ダスダスレボリューション。テオちゃんのダンスダンスレボリューション率高くないかい？いや全然いいんだけどね、可愛いから。ありがとうございました。これはまあでも追い込み方なので、明日明後日し明後日が本命か。よし頑張ろう。本日も10連無料ガチャ引いていきたいと思います。そろそろ賢さのお題はスカーレットが欲しい。光ってるけどどこかわからない。どれかが昇格するみたいです。ピックアップお願いします。どこだ、ここだ。ナイス、やりました。ダイワスカーレットのエッセンスアール賢さです。今度こそ賢さ、やった。逃げ育成に入れさせていただきます。やったやった。それでまやちゃんの逃げがまだ多分足りないですけど、育成できる第一歩になります。本日は SR が3枚、 SSR が1枚となっております。いや無料キャンペーン6日目なんで、そろそろやばいっす。そろそろ引かないとミーが多分引いてると思うんですよね。行きたいと思います。さあ今度こそミーに勝つ。あ、そしてヤシャカールも、あ、これ光りますね。光りますわ。なんかそんな気がする。そういう時ない、なんか光る気がするみたいなさ、なんかそういう時あるよね。なんかこう本能的な、本能の解放。福ちゃん来たからいけるわこれは。さあこっから勝負です。いきます。ドキドキ。あ、ネイル大事だよね。あー、ラストカージいきます。はい。あー、何度もありがとう。すごい、スポーツドリンクめっちゃくれるライアン。私があれかな、声も壊してるし、動画編集頑張ってることも知ってくれてるんだよね。ありがとう、優しい。ってことは明日出るってことかな。よろしくお願いします。本当に勝ちたい。今回は本日も10連無料ガチャ引いていきたいと思います。さあ今日は虹が出るでしょうか。連続で引きたいところ、あ、ありますよ虹。あー、お願いします。おー、カレンちゃんですね。5枚の分ですね。うーん、まあでも SSR なんで嬉しいです。おー、なんかすごい昇格していく。さあ最後はレジロライアンということで、今日はSR が4枚と SSR が1枚となっております。いよいよあと2日となってきました。エアシャカールは絶対取っとかないと、ここで後で大変な目に遭うと思うんですよね。あと2日間でちょっとなんとか貫突。嘘です。よろしくお願いします。お願いします。光って、あ、あ、待って、絶望して、メイちゃんの笑顔がちょっと、いや、ここに来て咲いて、どうしよう。やばい、本当。あ、もてあそばれてる、どうしよう。やばい、出ないのかな。え、嘘でしょ、ちょっとどうしよう、今回ダメかもしれない。もう新シナリオ、メカのシナリオもいまいちまだ分かってないのに、もうこれはあれか、私に新シナリオは向いてないと言っているのか。お願い、ありがとうございます、シリウスシンポリ様。これは明日に、明日出るってことか。大丈夫、まあ前向きにいこう。まあ明日無料10連で、明日
明日絶対出る。明日。本日もジューレムラガチャ引いていきたいと思います。あ、今日もピックアップの二人が出てくれると嬉しいのですが、虹はないですね。昇格。ナイスダイヤスカーレット。これで逃げが育成できます。わ娘さんありがとう。すごい。ということで今日は SR が3枚と SSR のダイワスカーレット1枚となっております。70連したかな。え、今日で本当に終わるのかな。80連無料、え、信じられないくらい結果が出ていない。ウマ娘さん80連無料ありがとうございます。そして最後に私にチャンスをください。お願いします。出てくれ光って、ありがとう。やっぱ最後はなんか出る。なんかいつも80連でなんか出る。80連っていうか最後だけなんか、どうしよう。ピックアップが本当にいい。あ、めっちゃ可愛い。貫通してないし、可愛い。あ、シーザリア。あ、これ運命か。運命だなこれは。エースさんいけ。俺いる今。よかった、出ないと思った。新シナリオで必須級みたいですね。まあここから戦うんですけどね。残り120連でどれだけ出るか、そしてまたプラスで1点するのか、皆様こうご期待でございます。8個の80連は、パワーミー、あ、パワーマヤのトップガン、ピックアップエアシャカールの SSR2 枚でございました。ありがとうございました。本日もジュレ無料ガチャ引いていきたいと思います。なんと今日が最後ということなので、最後も SSR が出ますように。どうだ、出なさそう。まだ昇格あるので、いけ、昇格なります。虹が欲しいです。そうだ、最後まやちゃん、まやちゃん、今日は SR が3枚となっております。はい、皆さんお帰りなさい。帰りなさい。というわけでね、今回私たちはね、5日目の世界線にいる、プラスまだガチャ引いてない世界線にいますね。引いてない。あ、3日目に8個はパワーマヤが出ましたね。おお、いいですね、マヤちゃん。はい、嬉しい嬉しい。貫突したいね。うん、ミーはあれだよね、パワーダイバスカレットだよね。次はパワーじゃないよ、かしこさんね。もう素晴らしい、あのうちで終わってほしい気はする。あれ始まりだから、あれが一番面白かったまであるかもしれない。わかんない、今後ね、ドラマがあるかもしれないけど。いやね、まだね、わかんないよ。あんとね、ちゃんと出しますから。というわけで、どっちが勝ったかはまた別の動画で感想は言い合うんですが、いったんお疲れ様、ハチミたちよ。お疲れ様です。というわけでね、多分ですが追加の120レプはと思うんですが、ミーも引く、多分引けます。多分引くということでね、まあ次回もお楽しみ、お楽しみに。いつものコースだよね、80連したならもう引くよね。そりゃ ね引くよね。だね、だね。うん、ってことで、また追加のガチャも楽しみにしててください。ではこの動画楽しんでいただけた方は、ぜひともチャンネル登録、グッドボタンしていただけると、姉妹ともども励みになって、次のガチャ頑張っちゃう。どうもありがとうございます。頑張っちゃう、ありがとうございます。ではまたウマ娘のガチャ動画でお会いしましょう。おつみー、おつみー。